日本のカプセルホテルが海外で話題になっていました。皆さんこんにちは、日野本真子です。今回は、日本のホテルはどう見ても刑務所。日本にやってきたアメリカ人女性がカプセルホテルに嫌悪感。でも実際に宿泊してみると、の話題です。海外、秘密基地みたい。皆さんは旅行は好きですか？近年は世界的に感染症が流行していることもあり、旅行を自粛している人も多いと思います。でも感染症が収束し国内旅行に行くとしたら、皆さんはどのような宿泊先を選びますか？立派な温泉旅館、高級ホテル、もしくはカジュアルなビジネスホテル。でもそんな様々な宿の中でも最も価格を抑えられるのはカプセルホテルではないでしょうか。学生さんの旅行や飲み明かして終電を逃したサラリーマンの人たちはよく利用されるかもしれませんね。そんなカプセルホテルは実は日本発祥の独特な形態のホテルなのです。ですから訪日外国人さんの人たちはカプセルホテルを初めて見ると非常に大きな衝撃を受けるそうです。今回ご紹介するのは、日本を訪れたあるアメリカ人の女子留学生が初めてカプセルホテルを利用したというエピソードです。果たして彼女の目にカプセルホテルはどのように映ったのでしょうか。早速ご紹介していきます。私はアメリカ人。今はアメリカの会社に勤めてビジネスウーマンとして過ごしている。そんな私は数年前の大学時代、半年間だけ日本の大学に留学していた経験があるの。日本での生活は短い期間だったけど、とても刺激的だったわ。日本の文化に触れたこの半年間は、私にとって非常に素晴らしい経験となったの。それから日本でできた友人も、私にとってはかけがえのない財産ね。私は日本での生活で衝撃的な出会いをたくさんしたわ。食事に関しては、日本食の幅の広さや多様性は他国の料理の追随を許さないものだと思った。それから人々の優しさや温かさも素晴らしいと感じた。日本人ってベタベタとした馴れ合いは好きではないけれど、いざという時にはしっかりと同じコミュニティの人間を助けてくれるのよ。あとは街の清潔さにも感動したわ。日本の街はゴミがほとんど落ちていなくて本当に綺麗なの。大学の中もピカピカで、それは清掃が隅々まで行き渡っていることと、そこを利用する人々のマナーが優れているということの証拠だと思うわ。そんな日本の素晴らしい部分にたくさん触れた私が、日本で出会ったものの中で最も衝撃を受けたものがホテルだった。そのホテルとは、私が今まで見たことのないとんでもないホテルだったのよ。今日はそんな日本特有のホテルに初めて泊まった時の話をさせてもらうわね。あれは私が日本にやってきて半年が経った頃だった。私は日本に来てから仲良くなった日本人の同級生のアンナと国内旅行に行くことになった。最初は海外に行きたいねなんて話も出ていたんだけど、私たちは大学生、簡単に海外に行けるようなお小遣いがあるわけもなく、当然のように国内旅行になったわ。アンナは、ああ海外旅行行きたいなと嘆いていたけど、私にとっては国内旅行でも全然 OK。 だってそもそも半年前に日本に来たばかりだからね。国内旅行も私にとっては海外旅行のようなものよ。そして国内の行き先は私が決めることになった。その時にアンナから出された条件は一つ、交通費が片道一人5000円までであるということだった。まあ私たちはお金がないからしょうがない。ただそんなことを言われても私はわからないから、とりあえずなんとなく知っている都市だった大阪に行きたいと言ってみたわ。そしたらアンナはスマホで大阪までの運賃を調べてくれた。するとなんと大阪までの交通費は片道4900円。ギリギリクリアよ。そういうわけで私たちは大阪に旅行に行くことになったの。大阪旅行はとても楽しいものとなったわ。私たちの大阪旅行のメインはグルメ、ショッピングやユニバーサルスタジオなど、いろいろと案は出たんだけど、一日安く遊ぶには何がいいかと考えた末、大阪には安くて美味しい食事がたくさんあるということで、私たちは大阪グルメ旅をすることになったの。行きの特急電車では駅弁を食べ、大阪に到着したらたこ焼き、お好み焼き、串カツと私たちは食べに食べた。
少しデパートやショッピングセンターなどにも行ったけど、ほとんどの時間を食事に費やしていたわ。たくさん食べてお腹がいっぱいではち切れそうになるほどだったけど、その日使ったお金はユニバーサルスタジオのフリーパス以下の金額だった。やはり大阪には美味しくて安いグルメがたくさんね。大阪旅行のメインをグルメにして正解だったわ。私たちのお腹が限界に達した時、もう時刻は夜の10時になろうとしていた。アンナは最後の店を出るとこう言った。じゃあそろそろホテルに行きましょうか。そのアンナの言葉に私は大きくうなずいた。この時私はお腹がいっぱいで横になりたい気分だったから早くホテルに行きたいと思っていたのよ。するとアンナはこっちよと言って歩き出した。ホテルはアンナが予約してくれていた。アンナの後ろについて歩くこと数分、彼女はある建物の中に入っていったの。そこは大きなビルだったけど、ホテルというよりはいろいろな飲食店なども入っている複合ビルのような感じだった。でもエレベーターで階を上がり扉を開くと、そこにはホテルの文字が。私は驚いたわ。ビルのワンフロアがホテルになっているなんて。私が驚いている間にアンナはさっさとチェックインの手続きを済ませた。そして私たちは部屋に向かって廊下を歩き出した。その時私の中に衝撃が走った。何なのこの光景は。なんとそこには廊下の両端に扉のついた個室のベッドが所狭しと並んでいたの。そして私はアンナにこう尋ねた。もしかして今日私たちはここで寝るの。するとアンナはあっけらかんと、そうよと答えた。こんなところに泊まるなんて。私は正直信じられなかった。だって立ち上がることもできないくらいコンパクトな空間に閉じ込められて、しかも廊下にこんなにもたくさん並べられて、言っちゃ悪いけどこんなの刑務所じゃない。私はアンナにこんなところには泊まりたくない、他の宿を探してと泣きついた。でもアンナはまたもやあっけらかんとこう言ったわ。お腹はいっぱいだけどお財布は空っぽでしょ。そうだった。この時私は我に返ったわ。確かにこの時の私の財布の中の金額はまともな宿に泊まれるような金額は残されていなかった。でもアンナが言うには、なんとこの刑務所は一泊2000円で泊まれるらしい。しょうがない。私は観念したわ。私は諦めてこの刑務所に泊まることにしたの。でも私はこの後すぐに、ここは刑務所と呼ぶには快適すぎる空間だということに気づくことになったわ。私はまずアンナに必要なものだけをカバンから取り出し携帯するように言われた。そしてロッカーに連れてこられたわ。このホテルでは荷物をロッカーに入れて鍵を閉めておくシステムだった。まあそりゃそうよね。どう見ても部屋の中は狭そうだから荷物は預けておかないと。私は財布とスマホだけを持ち、ロッカーの中にカバンを入れたわ。そしていよいよ部屋に入室。私とアンナは隣同士だったわ。アンナはそのドラム型洗濯機の蓋のような扉を開け、体をかがめそのまま中に滑り込んでいった。それはまるで土管の中に潜り込むような、なんとも滑稽な姿だった。私もアンナの真似をして部屋の中に入った。すると中はやはり狭い。部屋というよりも、それはただのスペースだった。個室のベッドね。日焼けサロンみたいな感じかしら。でもそこは私が思っていた以上に快適なスペースだったわ。布団や枕などは真っ白で、一目で清潔であることが分かった。それから寝そべると、目の前にはちょうどモニターが設置されている。くつろぎながらテレビを見ることができるのよ。でも私はそこまで複雑な日本語は理解できないから、日本のテレビは残念ながら見ないの。ではそんな私はどうやって寝る時間まで時間を過ごせばいいか。一瞬不安になったけど、そんな心配はいらなかったわ。ふと横を見ると、枕元にはコンセントがあり、スマホを充電することが可能だった。しかもフリー Wi-Fi まであって、暇を持て余すどころか寝そべりながら延々とスマホをいじれるという天国のような状態。この予想に反した快適さにすっかり気分を良くしていると、扉の方でノックが聞こえた。アンナだ。私が扉の外に入れると、アンナはこんな衝撃的なことを口にしたわ。シャワーはあそこの突き当たりを曲がればあるから。なんとシャワーまであるの。ホテルといえばシャワーがあるのは当たり前なんだけど、最初の刑務所のような見た目のインパクトや一泊2000円という金額からかなり驚いたわ。
それからシャワーを浴びに廊下に出た時に少し中を見て回るとジュースや軽食の自動販売機なども設置されていた。これなら喉が渇いたりお腹が空いてもわざわざ外へ出てコンビニまで行かなくてもいいわね。結局私はこの日、この独特なホテルでの夜をとても快適に楽しく過ごすことができたわ。このホテルはカプセルホテルという日本発祥のスタイルのホテルなの。安い価格で宿泊できることから、私たちのような学生や深い時間まで飲み明かした人たちの休憩所となっているみたいよ。一つ欠点を挙げるとしたら、扉に鍵がついていないところかしらね。ただ鍵付きのロッカーはあるし、狭い空間に部屋が密集している作りだから、スタッフの人も監視しやすいし、何より日本の治安の良さから考えれば大した問題じゃないわね。この時以降も私たちは大学時代に何度も国内旅行に行ったけど、毎回カプセルホテルに宿泊していたのよ。泊まるだけの目的ならとても安くて快適だし、学生さんの旅行にはぜひともおすすめしたいわ。でもこんなに素晴らしいカプセルホテルだけど、日本の治安の良さがあってこそ成り立つもののようにも思えるから、海外にはあまり広まってはいかないかもね。以上がエピソードの概要です。そんな日本のカプセルホテルは SNS や YouTube などでもたびたび紹介されており、海外スレッドにもたくさんのコメントが寄せられていました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。人が一人寝られるくらいの広さの個室なんて逆にテンションが上がるね。なんだか秘密基地みたいだよ。鍵がないのはちょっぴり心配だけど、それで問題ないって日本の治安はよほどいいのね。一泊2000円のホテルなんて僕の国だったらカビだらけのボロボロの部屋に案内されそうだよ。狭い空間を有効活用して安価な宿泊スペースを作る。さらにそれを欲するニーズもある。これを生み出した日本人はビジネスの天才だね。畜生、この場所はすごく綺麗だ。日本はいいものを持っている。彼らは西暦3000年に住んでいるよ。以上が海外の反応です。日本発祥のカプセルホテルは日本人のアイディアと日本の治安の良さから生まれた世界でも類を見ないとても便利なホテルです。私も今度機会があれば利用してみたいと思います。さて、今回の話題はいかがだったでしょうか？ちょっとでも面白かったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。ありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。では、またお会いしましょう。日本っていいね。